よお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。で今日はね、お前らにちょっと物珍しいものっていうか、普通紹介しないようなものを紹介したいと思います。はい、これ何だと思いますか？トイレのリモコンですね。まあ、これ俺様の自宅のトイレなんですけどね。トイレのね、これリモコン、まあ、これちょっと壊れちゃったんで、ボーボー一気にするのを待ってるところなんですけど、うん、ビューティートワレ、ね、トワレ、なんかトイレのなんかフランス語かなんかでしょうかね。まあ、見ればわかるけど、これを押すとね、お尻が洗浄できて、ビレ、ジバニャン色のビレは、これは女性しか使わないんで、俺様よくわかんないですね。で、停止。で、これで洗浄の強さをね、強くできたり、弱くできたりします。俺様はね、最初はね、一番強くして、ね、ちょっと干潮みたいな感じでお尻に刺激を与えた後、で、最後はね、弱にしてね、弱くお尻を洗います。で、まあ、全体的にウィスパー色、もしくはコマさん色のリモコンですね。まあ、このリモコンはさっきも言った通り、壊れてボーボー液になるのを待ってるところなんですけどね。で、今のリモコンがこっちですね。こっちはちゃんと使えるリモコンです。はい。こっちの方がね、綺麗ですよね。で、これナショナルなんですけど、ナショナルって今なくなったでしょ。で、パナソニックになったので、こっちはね、新しいからパナソニックになってますね。はい。ということでね、今日はトイレのリモコンを紹介する動画でした。はい。やっぱりね、うんこした後はちゃんとね、ケツをシャワーで洗った方がいいですよ。その方がね、健康にもいいらしいですからね。はい。それでは、さよなら。ボーボー。ボー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 。ボー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 。